助けに行ってやらないと厳しそうだな。 一方的に。
待って、エレン。行かないで。追いかけないと。追いかけて、あの女を殺して、エレンを。待て。落ち着け。一旦離れろ。この距離を保ったまま奴を追うぞ。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか？生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず目型を仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。俺が奴を削る。お前は奴の注意を引け。了解。苦戦してやがるのか。ごめんね、もう少しだけ待ってて。チャンスだ。奴を削って消耗させるぞ。諦めるんですか？やつは仲間をたくさん殺しています。言ったはずだ。目的はエレンの救出だぜ。確実に救うためにやつを消えさせろ。
し。くそ、また巨人が現れたのか。巨人を呼びやがった。俺は先に奴らを倒す。ミカさん、お前は目方を追って足止めしておけ。了解。絶対に逃がさない。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。エレン。メガタ。逃した。なんで、みんな、一体、作戦は？失敗した。今は休んで。もうじき壁につくから。早朝から出てったと思ったらもう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。エレン、耐えて。兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話してることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか。死んだ兵士に悔いはないとお考えですか。今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。やれやれ。装置の点検は十分だ。
装置の点検は十分だ。兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミ、どうしてストヘスクに？兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか？このままじゃエレンは殺される。ウォールシーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方が、僕はあまり好きじゃないんだ。自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから。兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。傷つくよ、アルミ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの？兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。もう一度ズタズタに削いでやる、女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。でけえ怪獣が。
用筋。巨人化される前に奴を捕まえる作戦は失敗したようだ。ネガタの巨人を逃がすな。逃がせば調査兵だと。いや、人類の敗北だ。やっぱりネガタの巨人は兄だったんだな。あいつ壁外に逃げるつもりなのか。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに。くそ、いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行してる。ハンジさんたちは予定通り準備してるはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろうけど、戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。このでけえ害虫が駆逐してやる。やってやる。悪いな、アルミ。やってやる。兄とは直接は戦わずに、うまくハンジさんのところへ誘導するんだ。刃じゃどうにもならないよ。砲台を使って女型を消耗させるんだ。エレン、まだ巨人になれないの？何度も試してんのに。目的をしっかりイメージしてないと巨人になれないんだっけ。まさか相手が兄だから迷いが残ってるのか。何も捨てることもできない人に、何も変えることもできない。作戦はどうなった？エルヴィン団長から指示を受けてきた。ここからは俺も合流する。厳しい状況だが、なんとかするぞ。
刃が通らない。 いつかお前に頼むって言ったはずだよ。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。 世界は残酷なんだから。 お前を倒すことで取る。
兄でも何とかしねえと。あいつ壁を乗り越える気か。行かせない。兄、落ちて。ミカサ、兄は。クソ、何なんだよ。ここまで来て頑張りかよ。兄、出てこい。おい、卑怯だぞ。よせ。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。